Windows 10標準ブラウザーの Microsoft Edge で閲覧中のウェブサイトに直接書き込むことが可能です。まず最初に右上のペンマークをタップしてウェブノートを作成しましょう。あとはペンの種類や太さを自分好みに合わせて書き込むだけです。蛍光ペンで強調したり、コメントの追加でメモを残したり、ウェブサイトなのに自由自在に書き込むことができます。書き込みを入れたページはワンノートなどに保存も可能です。